では幹事長の方から一点質問させていただきます、はい、原子力規制庁の、はい、関連法はようやく審議入りしまして、はい、まあ、与野党の方は、まあ、その今国会での成立を目指すということでは合意しましたが、緊急時に、まあ、事故などの緊急時に政治がどう関与するかをめぐっては、まあ、政府と野党の間に考えの違いがあります、まあ、この点について副大臣のご意見、まあ、どのようにお考えていらっしゃいますか。その辺を教えていただけますでしょうか。ありがとうございます。改造内閣がございましたが、引き続いてお世話になりますのでまたどうぞよろしくお願いいたしたいと思います。今の件ですが、ご質問いただいた件でございますが、委員会スタートいただきました。そして、実務者会議をもってですね、まあ、どういうように修正をされるのか、あるいは、与党案で言っていただけるのか、自公案なのかということでですね、そういうことも踏まえて、ご協議いただくようでもございます。そしてまた、委員会の中で今ご質問いただいた件ですが、緊急対応の時は細野大臣もお答えになっておったと思いますが、まあ、この点につきましてはいろいろ委員会で議論をこれからされると思いますし、まあ、自公の案ともちょっとそこの点は食い違うといいますか、対照的になっておりますので、私が今ちょっとここでどちらかというのは差し控えさせていただきたいというように思います。ぜひしかしながらもう4月1日を目途にずっとやってきていただいた設置に委員会の設置のことでございましたので、一日も早く上げていただければという思いがいっぱいであります。以上です。幹事社の方からは以上です。では各社どうぞ。大臣がいろいろとお話しされてたと思いますから、すみません、申し訳ないです。すみません、読売新聞ですけれども、昨日のですね、原子力委員会の方で、鈴木達次郎委員長代理がですね、核燃料サイクル政策に関して、使用済み核燃料 の燃料再処理は、適当でないというような趣旨の発言をされました。でその中で、その、まあ、高速が増殖のサイクルに関してはですね、実現が不確実だというようなお話もあったと思うんですけれども、その一連の発言に関して、副大臣の考えをお聞かせください。はい。まあ、いろいろと専門的にお考えをいただいていると思うんですが、まあ、過去の状況だとかこれからのいろんなこの問題についてですね、どういうふうにしていくかということをしっかり、まあ、鈴木先生を中心にいろんなお話もされていると思うんですが、まあ、一概にその処理をですね、おっしゃっているようにそれがいいのかどうかちょっと私としてはお答えしかねるところがあると思います。しっかりそこらはもう少し奥深く研究もいただき、そしていろんな人のご意見も聞いていただいてですね、そしてやはりやっぱり世界的な知見もしっかり取り入れてですね、進めていただきたいなというように思っております。